こういった勉強している方、注意してください。今からお伝えをする方は、今年の宅建試験で落ちる可能性が高いです。どういった方か。一つ目、過去問を理解せずに丸暗記している方。二つ目、宅建の教材だけで勉強している方。こういった方は注意してください。過去問の解説やテキストの内容だけを丸暗記している方は、本試験で類題が出た時に得点できないんですね。 また予備校や通信講座を受講されている方も含めて、卓研の教材だけで勉強している方は、その教材に理解すべき部分が記載されていない場合が多いので、理解学習ができません。この場合も結果的に本試験で類例が出ても得点できないんです。ではどうするのか。理解学習をすることです。試験6ヶ月前から勉強を始めた方々も、この学習法で毎年合格していっています。まだ今からでも間に合います。 今からでも理解学習を実践していきましょう。この理解学習を実践できる個別指導。3月18日までの期間限定の特別キャンペーンは明日で終了です。この動画を見ている方だけ、ホームページの割引価格よりもさらに安い価格で個別指導を受講していただけます。今年絶対あなたに合格していただきたいですし、今からであれば今年合格していただく自信あるので、一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。 お申し込みはこの動画の下の概要欄の URL からお願いいたします。あなたの事項をお待ちしております。それでは本日の問題に入っていきます。A が B に代理権を授与して A 所有の土地を売却する場合について A が破産手続き開始の決定を受けているとこれを理由に B の代理権は消滅する。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。 で答えはこれ丸ですね。任意代理の場合、え本人の破産手続き開始の決定により、え代理権は消滅します。一方、法廷代理の場合、本人が破産手続き開始決定が出ても、代理権は消滅しません。で、法廷代理の場合っていうのは、本人が制限行為能力者の場合なんですよね。例えば、え本人が未成年者であって、法廷代理人が親だったり、まあ、そんな場合ですね。 で、こんな場合っていうのは、で、その制限行為能力者である本人が破産したからといって、まあ、法定代理人がいなくなったら、これ困りますよね。つまり、未成年者が破産した場合、親の法定代理人としての、まあ、代理権が消滅したら、本人の未成年者は困るわけなんですよ。だから代理権は消滅しないっていうふうなルールにしてるんですね。で、これ一方で、これ任意代理の場合はそうじゃないよと。本人が破産したら、代理権消滅しますよっていうふうになってます。 で、今回の問題文でいくと、これ任意代理なんですね。A さんが未成年者だったり、まあ、成年非後見人のような制限行為能力者ではないですよね。そういった記述は書いてありませんので、そうではないと。つまり、ま、任意代理。A が A の意思に基づいて B さんに代理権を与えているのに任意代理。だから、こちらの上のこのルールですね。これが適用されて、え、本人 A が破産したら、B さんの代理権は消滅するよと。まあ、従ってこれ丸になるというふうになります。 で、これ昨日も言ったんですけども、考え方が分かると、あなたがお持ちの、まあ、テキストに書かれている表とかを覚えなかったとしても、その表が書けるようになるんですね。まあ、今回一部ですね、あの、理解の仕方をお伝えしました。それが制限行為能力者、こっちの場合ですね、法定代理の場合ですね。こっちについてはこのように理解していただくと、もう間違いないと思います。一方、任意代理の方は今回はちょっと、あの、解説長くなりますので、省略させていただきました。まあ、こういったところもちゃんと理解をしていくってことがすごく重要なんですね。 で、私自身、あなたと同じように、表とかって覚えてないんですよ。でも、考え方が分かっているから、その表っていうのは、いつでも書くことができます。考え方が分かれば、つまり理解できれば、答えを導くことができる、ということなんですね。で、個別指導の受講者さんについては、合格テキストの P22 を使って、理解していただければと思います。考え方、覚え方、この部分に記載しております。 で、今回の問題、任意代理についての問題ですが、まあ、法定代理の場合の方、こちらも間違いやすいので、出題される可能性も高いです。しっかり比較して頭に入れておきましょう。で、問いにですね、えー、卓券業者は、えー、事業開始後、新たに支店を一つ新設した場合には、当該支店の最寄りの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない、マルかツかという問題です。えー、答えはツですね。 支店最寄りではなくて本店最寄りです。営業保証金を供託している宅建業者は、営業保証金を本店最寄りの供託所に供託しないといけないんですね。これは初めて営業保証金を供託する場合もそうですし、新たに支店を増やして、でその支店分の営業保証金を供託する場合も同じです。 全て本殿もよりの教託所に教託しないといけないです。まあ、これもお馴染みの引っ掛けパターンなので、試験作成者はこういった問題が大好きです。引っ掛けパターンをちゃんと覚えておきましょう。で、建築基準法です。高さ〇〇メートルを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に飛来設備を設けなければならない。この 〇〇メーター。これは何メーターでしょうかという問題です。実際このような穴埋め問題でないんですけども、この数字は覚えていただきたいので、穴埋め問題にしております。で、飛来設備っていうのは、まあ、雷が落ちた時に、その雷のエネルギーが建物の中に入らないように、つまり、えー、マンションとかだったら電化製品とか家にありますよね。そういったものが建物にバーンって落ちた時に、壊れないようにするために、マンションの屋上とかに設置しておく、まあ、設備、みたいなイメージです。 で、これについては20メーターですね。20メーターを超える建物については原則、飛来設備を設けなければなりません。で、個別使用の受講者についてはこれ語呂合わせで覚えた方が早いので、語呂合わせで覚えましょう。受講者専用のメルマガの方に記載しておきますので、そちらご確認いただければと思います。そして、はじめにもお伝えをした通り、3月18日までの期間限定の特別キャンペーンは明日で終了です。この動画を見ている方だけ、 ホーームページの割引価価格格よりも、さらに安いいで個別指導を受講していただけます。今年絶対あなたに合格していただきたいですし、今からであれば今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。お申し込みはこの動画の下の概要欄の URL からお願いいたします。あなたの受講お待ちしております。レトスの小野でした。